私は東京ディズニーリゾートで環境を担当しているディレクターの直子です。そして一緒に環境担当している高部です。私たちから東京ディズニーリゾートでの環境活動をご紹介いたします。ここは東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントです。20世紀初頭のニューヨーク、ここでは当時のクラシックカーに乗って街をめくるビッグシティビークルが人気なんです。現在7台ある車はすべて電気自動車化されています。温室効果ガスの削減はもちろんのこと、ビークルとゲストの距離が近いので排気が出ないこともポイントですね。電気自動車なので本当はとても静かなんですが、20世紀初頭の車、そう、まだ電気がない時代ですので、あえてエンジン音を出しています。東京ディズニーリゾートでは他にもパーク内、バックステージともに照明の LED 化を進めています。また季節やパークの運営時間に合わせた空調運転によりきめ細かな電力使用量の調整をしています。そう、プロメテウス火山のライトや屋外や店舗の照明も LED なんです。もちろんテーマパークの世界観を損なわない柔らかい光を演出しています。バックステージにおいても太陽光ソーラーパネルを設置しています。このようにさまざまな方法で温室効果ガス削減に貢献しているんです。これからも東京ディズニーリゾートは環境配慮の取り組みを進め、ゲストに一層のハピネスを提供してまいりたいと思います。